一面ゴミの山。これはアフリカガーナで撮影された一枚で、写っているのは廃棄された衣服です。今この衣服の大量廃棄が問題となっています。欧州環境庁は EU がアフリカやアジアに向けて輸出する古着など使用済み繊維製品がこの20年でおよそ3倍の55万トンから170万トンに増加。現地でリサイクルできない分が野ざらしの状態になっているというのです。さらに AFP 通信は南米チリのアタカマ砂漠に欧米やアジアから輸入された古着の売れ残りが大量に廃棄され、環境汚染の原因となっていると伝えています。ツイッターでは、寄付のつもりで途上国に汚染を押し付けていたのか。リサイクルも実態をよく調べた方がいいと思った。この現状にファッション業界では廃棄を減らすだけでなく労働者の環境改善に取り組んだりと対応が求められています。ただその一方で環境に配慮しているように見せかけるグリーンウォッシュが問題となっています。大量生産は見直すべきなのか。そして廃棄される衣服を減らすために私たちにできることはあるのか。ファッション業界の今後について専門家と共に考えます。はい、皆さんいかがですか。そうですね、私自身社会問題について興味を持ったきっかけが、イギリスのロンドンにある美大でファッションを学んでたんですけど、そこでそのファッションっていうのは大量生産大量消費ではなく、アートストーリーが必ず裏にあって伝えるものがあってっていう教えから、いろんな社会問題に5年ぐらい前に興味持ち始めたんですね、でこのサステナブルファッションだったりとか、私自身もブランド運営してますけど、本当にリアルに今悩んでる問題なので、今日皆さんと議論できたらと思ってるんですが、やっぱり私自身も兵庫 そのリサイクル工場に取材化してもらったことがあって、リサイクルだったり古着って本当に今ある答えの中ではベストなソリューションだとは思うんですけど、やっぱり途上国に行ったと、途上国に限らずですけど、寄付、港を出港して向こう の港に着いた途端ブラックマーケットに行ってしまう、そこからまたそのゴミになる場合ももちろんありますし、そこからブラックマーケットに行ってしまうということもあるので、全然その思ってる寄付になってない、なんなら着なくなった服はもしかしたらハサミで切って雑巾にした方がで捨てた方がもしかしたらいいのかもしれないっていう、ちょっといろんなパターンがあるんですけど、今日は、議論していきたいと思います。おっしゃる通りですよね、ですからその衣類の、二次流通が意外と難しそうだっていうね、サイズも違えばね、さまざま仕分けがとにかく大変だみたいなこともありますし、やっぱり一斉にこう大量生産されているがゆえにですね、結局大量消費、そして廃棄もされているようだっていうことですが、どう考えていけばいいのか伺っていきたいと思います。ではゲストをご紹介いたします。婦人服の販売員を経て、業界新聞の記者も務め、そして現在はアパレル業界ライターの南光弘さんです。南さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。今の画面にも出てますように、合わせて、8割以上がアフリカとアジアに、送られているということですね。でアフリカで言えば、左下ということになりますが、4割前後が捨てられている形になっているんですよと。アジアでも捨てられているものも出ているということなんです。で今ありましたように、これもったいないよねっていう話だけでなくてですね、実はその送りつけられてっていう言い方は良くないですけども、送ってもらったんだけれども、それが逆にですね、大気とか土壌とか水質の汚染につながったりもしているという、何かこうね、迷惑をかけている面もあるようだということなんですけども、南さん、ここはどう見てらっしゃいますか。処理の仕方が難しいので、多分その野ざらしに、その画像に出てるような感じで積んでおくとですね、繊維、天然繊維は腐るもんですから、やっぱりそういう、どうですかね、腐敗してきて汚染になるというのは事実、そうならざるを得ないんじゃないかと思いますけどね。
今画面にも出てましたけれども、ガーナでね、その埋め立て地あるいは川とか海に廃棄されることによって、水質土壌汚染が生じたりしている。それからアジアのパキスタンで言いますと、結局ですね、それ使われなかったものをもう一回輸出しているとアフリカにみたいなことになったりもしているということなんですね。はい、皆さんどうですか。そうですね、まあ、いろんなあの政府とかも補助金だったりとかいろんなリサイクル企業が今本当にたくさんベンチャー出てきているので、うん、あのこの、まあ、ゴミというかではなく資源にする力も今出てきてはいるものの、うん、まあ、それをまた一回送り返して、じゃあそのカーボンフットプリント、そこにかかる環境負荷はどうなのかっていう話だったりとか、まだまだ進まないんですよね、ここが。あとリサイクルで言うと、リサイクルって、まあ、言葉 3R って習ってすごく環境にいいって思いがちなんですけど、そうですね、やっぱりリサイクルするのにもすごいエネルギーがかかるので、理想は洋服、その本当に古着のままそのまま譲り渡す、うん、譲り受けるっていうのが一番サステナブル、まあ、買わないのが一番サステナブル、もっと言うと消費をしないのが一番サステナブル、うん、でもやっぱり消費をしないっていうことは私たち人間にはできるのか、大量に購入しないっていうことはできますよね、うん、だけどここのやっぱ今のこの資本主義っていう仕組みの中でどう、うん、このファッション業界っていうのが生き残っていくのかっていうのは本当に一番悩んでる問題ではありますね。どうですか、あんまり作らないようにしてるとか何かあります？うち、どういう風な向き合い方してるのか。そうですね、発信始めた時に自分自身のブランドも始めていたのでストップして、まあ、学びから入ったんですけど、やっぱり自分自身がその社会問題とか環境問題についていきなりギアを100上げなきゃいけないから、っていう理由で若い子たちがなかなか一歩踏み入れてくれないっていう、ファンの方からの声がすごく多かったので、じゃあ私としてはエゴであって、この自分のブランドは、うん、ただ誰かにとっての一つのきっかけになって、うん、いつかは自分のブランドがなくなったらいいなと思ってるんですね。あとはもう一つはオーガニックコットンだったりとか、まあ、工場もそうですけども、うん、はい、その工場リサイクル素材もそうですね、それを利用することによって、まあ、サステナブルファッション、うん、フェアトレードファッションっていうものの需要を上げて、まあ、いつしかこのファストファッションっていうものに人々が手を伸ばさなくなるような、うん、まあ、結構 H&M とかだと2030年までに全ての、衣類をリサイクルの素材にするとは言ってるんですけども、はい、なかなかこの、まあ、そもそも社会問題についても興味持ってもらえないですし、うん、はい、ここのあと価格の勝負も難しい、うん、ね、結局ね、その高品質でオーガニックとかこだわり出すとコストが上がっていくっていうね、商品自体も高くなっちゃうみたいなジレンマもあるかと思いますしね。あとやっぱりっていう意味で若者ターゲットしてるので、うん、値段をなるべくうちの取り分を本当に少なくして、まあ、きっかけという思いで作ってるんですけど、うん、安い服に限らず安いものって大切に皆さんできなくないですか、人間の心理的に、はい、あ捨てちゃえばいいやとか100円ショップのもの、うん、そうじゃない方ももちろんいると思いますけど、うん、心理的にじゃあ 10万円のもしジャケットを買ったら、うん、なるべくリペアして丁寧に心理的になるってなると、うん、この価格で今販売してる私は正しいのかどうかっていう根付けも、はい、根付けも難しいなっていうふうに思いますね。小沢さんどうでしょうか。結構こうファストファッションみたいなものが非常に流通をしてきて、うん、それが大量に捨てられてるっていうことがこういう問題を引き起こしている背景にあると思いますけれども、僕はこれは先進国の経済の問題だと思ってるんですね、うん、っていうのは寄付をするのってお金持ってる人と思われがちなんですが、実は貧しい人ほど寄付をするっていう結構海外の研究っていくつかあるんです。で結局これってファストファッション、まあ目覚まし8の谷原さんがユニクロみたいな安い服って言ってこの前結構炎上したんですけどね、要はユニクロはもちろんそれを安いというふうにこう言い切るの難しいんですけれども、ユニクロみたいなファストファッションですら高いと思ってる人がこの日本社会の中で非常に増えたってことを表している事象だったと思うんですね。なので結局ファストファッションのようなものが基本的に購入物になるような層っていうのが非常に増えてきて、そしてその層っていうのは実はめちゃくちゃお金を持ってる人よりも寄付をしたいと思っていて、善意をもってしてそのファストファッション自分が作った服を送っているという背景もあると思うんです、はい、なのでここで重要なのは先進国がより豊かになっていって、うん、同時に寄付的なマインドを持っていくってことがもしかしたら解決策の一つかもしれないし、うん、同時に高い服っていうのは当然その分の価値がありますから、まあ、二次利用もされやすいでしょうし古着市場にも流通していきますよね、うん、でもちろん他のさまざまな道でいわゆる発展途上国を支援していくということは必要だと思いますけれども、ね、はい、実は先進国の側の経済的な構造にも、うん、まあ、そういう問題の、まあ、一因を見出すこともできる、いや、おっしゃる通りですね、はい、安倍さん聞いてみましょう。安倍さんいかがでしょうか。ここまで
いやそうですね、私あの服あんまり買わないし10年20年着るって非常にエコな人間なんですけど、はい、見てれば分かります。そうですそうですね、それで知った時になんかまずさっきのガーナの話の写真のやつって、はい、まあ、僕はあれはなんかそのあれはガーナ国の問題でしょと思っていて、うん、つまりそのこうあれが適法なのか違法なのか分かりませんけれども、まあ、あの状態を抑止としないのであればやっぱり法律的にあれはダメだという形にして不法投棄としてしっかり罰するべき話であって、うん、それをそのこうアパレルメーカーの課題であるというふうに言うのは、まあ、ちょっと違うでしょうと。まあ、これはガーナ国がちゃんと自国の中で法律を整備してしっかり罰してこういったその不法投棄がされないようにされていくしていくってことをやるべきことなんで、だからそれがその先進国の話みたいな話ってちょっと論外かなっていう気がしてると、はい、で一方でそのアパレル業界そのものがどれぐらい課題があるのかっていう話って、これはまあ非常に課題大きいですと。それこそ国連が言ういわゆるこの環境汚染産業っていうのがあるんですけど、それの環境汚染産業って一番が石油なんですよね、うん、で石油産業めちゃくちゃやべえって話なんですけど、2番目がアパレルなんですよ、うん、すごいですよね。その石油産業に並ぶそれに準ずるものはアパレルですっていうレベルですから、そうですね、はい、まあ、相当その地球に悪いんですよね、うん、それなんでかっていうとその洋服1枚作るのにこう水めちゃくちゃ使います、はい、でさらにはそのこういうふうになんか勝手に服を送り合ったりするんで、そうするとそのたびにそのたくさん CO2 排出して輸送にも輸送にも、ね、お金かかると。なんで、はい、もうとにかくそのアパレル業界っていうのはこう地球にあまりよろしくないですっていうのが、まあ、国連から言われちゃってます、うん、でその時にじゃあそのアパレル業界みたいなものがどうあるべきかって話を、まあ、大きく言うと短期的にはやっぱ価格をどう調整していくかって話になっていって、そのやっぱり価格今の一桁上がるぐらいのところでこう売れるようなメーカーが増やしていくっていうのが一番大きいです。なるほど、これが一つ目で、もう一個はやっぱ技術投資がしょぼいって話があって、やっぱそのもうこの話ってどこに行くかっていうのはゴールはほとんど分かって、そのいわゆるこうマテリアルリサイクルと言われるようなものでは限界があるんですけども、うん、ケミカルリサイクルっていうその科学的にもう一回分解しちゃって、それをもう一回その繊維に直して服を作り直しましょうっていうようなこういうようなところまで行くと、はい、非常に環境負荷が優しいですというのはもう議論としては分かってるんで、うん、そのじゃあケミカルリサイクルでやれるようなところにどれぐらいその技術投資をしてますか、技術投資がアパレル業界足んないんじゃないですかと、皆さんの会社でいやじゃあその自分の売り上げの20% とかね、下手したら 50% とかをケミカルリサイクルに投入するってことをアパレルメーカーがちゃんとやっていけばいいっていうのが、まあ、もう一個 その中期的なアクションかなと思いますね、はい、安倍さん、その意味で言うと価格で言えばですね、まあファストファッションで大量に作ることによって安く買えるようになったわけですけど、これは環境とかを考えれば逆の動きを取ってるってことですか、その価格ドンと上げてね、そう簡単に買えないぐらいにした方がいいんじゃないかっていう指摘ってことは、うん、どうですか。あ、そう思いますね。だからまあその要はいかに消費者あたりの一人当たりの年間の購入の服装の数を減らせるかっていうのがこの問題の解決に一番クリティカルだと思うんですね、はい、そのいっぱい買わせるようにしようと、買わせるように、その通りですね、って話なんですけど、その一人当たりがやってる年間に買う服の量が今のその5分の1とかになれば、うん、そもそも生産量が減っ、その自然とそれに合わせて縮小していくっていう話になって、はい、それでも産業維持していくために値段がそのじゃあ5倍とかになったらいけないって話になるので、うんうん、まあ、そういうところをどうやって業界全体でルール作りしていくかという話になりますよね。はい、安倍さんの言ってることは理屈上は本当にその通りですけど、できるのかって話ですね。南さんいかがでしょうか、アパレル業界それできますかっていう、うん、いや、まあ、おっしゃる通りだな部分が多々あると思うんですが、多分実現するのはかなり難しいかなと。その設備投資の高さというのももちろんあるんですけど、例えばまあ今さっき、バングラディッシュとかの話出ましたっけね、ちょっと生産国として結構こう、まあ、中国もだいぶ と生産量は少なくなってるはずなんですけど、バングラディッシュなんかは結構アパレル産業というか繊維製品製造で、食ってる人が2020年でどうでしたっけ600万人ぐらいいるんでしたっけね。ってなるとですね、まあ、その今の、生産システム全部こう、まあ、安倍さんがおっしゃったようにまあチャラにして新しいのをやるとなると、まあ、そういうことですね、例えばそのバングラディッシュの600万人どうすんだみたいな話になるってくるわけですよ、だからまあ彼らの食いぶちを、うんうん、でまあ別にバングラディッシュ以外でもベトナムとかタイとかにもありますんで、でまあ僕は別にあのすごいヒューマニストじゃないから、まあガーッとやってまあダーンとやってしまったらいいんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ったりもするんですけど、業界の中にはやっぱりそういうバングラディッシュのその繊維産業のなんか雇用とか、まあそういうのを守れみたいな方もまあ結構いらっしゃるわけですよ、まあ、バングラディッシュ以外でもそのベトナムのとか。それは間違い、ごめんなさい、ん、
ただでも今の話でいくとバングラデシュとかベトナムとかまさにまあ今中国と日本 の, その工場の価格が変わらないって言われていて、まあどんどんあの工場の位置変わってってます。でもちろん雇用を守らなきゃいけないんですけど守られてないんですよね。だからフェアトレードが、ま、あのファッションの分野ですごく語られていて、だから価格をファストファッションも上げなきゃいけない。今払われて、まあ安倍さんの考えは極端ですけどもそもそもそこに支払われてないから、きちんと私たちは生産者に対して払うような価格、適正価格っていうのを設けてもらわないといけないんじゃないかなっていうふうに、そもそも支払われてないですからね、労働者に対して。で僕の考え極端だと思ってなくて、例えば皆さんこう食品を食べるときに長期的に見ていくと地球、あ、自分の体に毒が出てくるような、例えばこう昔のマーガリンとかね、こう一部そのこうこのその成分が入っていることによって20年後ぐらいに体に毒が起きちゃいますよみたいな話っていうのを、まあ、だんだんこうそういったものっていうのをこう規制してきたわけですよね、食品業界っていうのはね。で、まあ、そういった話を考えたときに今言ったように、そのじゃあ南さんがおっしゃるような、いやじゃあ既得権益的にもうすでになってしまったその生産業 の, その雇用を守るべきかみたいな話とか、あるいはその雇用を守ってるといってもそこには実はそのかなりな虐待的な行為があったりとか、正しい意味で人権が守られてないんじゃないかっていうような、うん、皆さんが言ったような話っていうのはそれぞれあるんだけれども、まあ、どっちにしてもそれは最終的にそので蛇口の最後のところでこう調整していくしかないんで、はい、結局その生産のするところよりも消費のところにどれぐらい規制をかけて、なるほど、でその消費の規制のところの中で結局そのマーケットをシュリンクさせていくことの方が社会全体にとってポジティブであることは長期的にも確実なので、構造を変えるってことね、それに対してこの規制をやっていった方がいいですし、はい、なるほど、はい、それはいずれ起こっていくことだと思いますよ、うん、地球環境を考えて、はい。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。